はい、船橋くんチャンネルです。日光また来ました。今日はね、前回言った通りハンドルのその転がるっていうのをどこで出すのか、前回は3コーナーとか4コーナーあたりで感じたんで、それを今日はまあイメージで、イメージ的にはなんかバンって切れた時に転がってくれた方がいいのかなっていう気も、実際転がったらね、なんか流されちゃって大変とかあるかもしれないから、で塔を変えていくとどう変わるのか、これね、興味ある人いると思うんですよ。まあ俺ももちろんやりたいん で意図的にその転がる位置を調整できるのかどうか、それをやっていきたいと思います。さあ、そしていつものね、ワンエイティン君でいきます。まあ前回の一旦まずやったアライメントの状態で走ったわけですけども、今日1本目はそれでいきます。で車載映像、この前ねちょっと載せられなかったんで、それでちょっとまず普通の状態を見てもらいたいと思います。でちょっと伝わるかどうかね、転がってるって感覚が自分でしか分かんない気がするけど、とりあえずそこに対して車載でみんなにもまず見てもらおうと思うんで、このまま行っていきます。でね、今1本走ってきて、とりあえずここからやっていきます。まあ、今の感覚を基準にそこからトーアウトに広げていって、まあ、実際のフィーリングの違いを検証したいと思います。で結構ね、転がる転がらないの位置を確認するのはなんかね、ブリン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 、なんかマンジを切ってるとなんか分かりやすいかも。なんか切ってる途中で転がるナックルをつけてない場合は基本的に途中でなんかなんだろうな、違和感という言い方変だけど、なんか普通にずっと切ってるだけだと思うんですけど、転がる瞬間があると簡単にちょっとずれるイメージ、なんかそう少しずれるんですよ。だからそれがあるのかないのかである程度の位置は判断できそうな気がするんですけど、まあとりあえず実装しながらやっていきたいと思います。とりあえずちょっとその調整しますね。比較的ね、見えてなかったかもしれないけど、ここにビーッと一応引いときました。でさっき後ろ側にあったピンクの線が前側の方に来てるんで、ここね、そうここに来てるから、まあ、タイロットが半回転動いて短くなったっていう風になってますね。で同じ作業を反対側もやってきます。さあ、そしてね、運転席側の方も調整が終わりました。同じく半回転をトーアウト方向にタイロッドを回してます。まあ、俺がね一番ビビってるのは、俺が何も気づけないんじゃないかっていうところがね、実は一番ビビってます。わかるかな、わかんねえだろうな、見てみましょう。
今行ってきました。正直好感触、安定してる。なんかその前までだとなんかうまくいってる時と行ってない時とか、なんかリアタイヤを変えたらまあ良かったりなんだりとかで変化があったんだけど、今さっきちょっと不安定かなと思う状態でアウトに広げたら、まあタイロット半回転ですけど、だいぶフィーリング的にはやりやすくなってる感じがします。で、強いて言うならフロントがもうちょっとこれで反応がいい方がって思ったんですよ。確かにトーアウトにすると反応が悪くなるっていうのは分かるん で、空気圧をね、実はこのナックルを入れてからフロントタイヤがなんか食いすぎるなっていつもよりも思って、エア圧を実は上げてるんですよ。だから普段のエア圧に戻してみたいと思います。もしかしたらこれで結構いいのかなと思うんですけど、でまあただね、せっかくチェックしてやってあるんで、さらに動かすとどうなるのかもやっていきたいなと思うので、ちょっと1回、空気圧だけ調整して、でもう 2,3 周だけ走ってきます。あ、このねタイヤが、これ 5X の 051S ってタイヤなんですけど、まあお世辞にもそんな別に食うタイヤじゃないはずなんですけども、でもこのタイヤってなんかバランスが良くて、でフロントでまあ使ってるんですけど、これね藤野さんのところのナックル使うとなぜかグリップが本当にめっちゃ上がっちゃうんですよね。何なんだろうね、ナックルで上がるってね。なんかねこの話でもねしたら、俺の走ってるいろんな連絡取ってる人で、まあね、この動画にもちょこちょこ話してる水野俊彦選手が、フロントのね要は食いが良くなるっていうのはね言ってたんで、だからアウトにしてわざとだるくしたりとかっていうのをなんかやってるような話は前から聞いてたんで、まあ、本当不思議ですよね、ナックル変えてグリップ力が上がるってね。まあちょっとこれでとりあえず一回エア落としてみます。今ね空気圧を下げて走ってきたんだけど、感動した正直。グリップ力は増しました。まずまあエア落としてんだから基本的にはね、まあ頭の入りが良くなりました。だからねもうコースインした瞬間から、まあ、そこは変わったなってのはすぐ分かって、で転がるっていうのをね俺はやっと分かった気がします。っていうのも俺の今までのイメージだと、転がるっていうのはなんかドリフトでアングルバーンとつけた後にそのまま最大切りかけてコロ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 真横に本当に文字通り移動するようなのが転がるって意味だと思ってたんですけど、そうではなくて、例えばスピンモードになっちゃった時に、今までだったらもうそのまま、ああもう耐えられないでスピンしちゃうところが、バーンと向けた後フロントを転がすことによって、今までだったら単走だったら0点になったものがなんとかなっちゃうんですよ。で
そのまんまアクセルオン入れるタイミングを変えるだけで持ってけます。これはねちょっとびっくりした。だからこのナックルのすごいところって、まず一つ目は目いっぱい切れても逆関節にならないナックルのタイロットエンドのところの作りの角度、これがまず第一でかいなと思うのと、それとバンって向けてドリフト中にアクセルを入れるタイミング次第で今までだったら失敗になっちゃうものを消してくれて、だから例えば本当はねそんな調整しないでバーンと決まればじゃあ99点の走りができるとしたら、失敗して今までだったら95点とかまで落ちちゃうような失敗もなんかごまかせて98ぐらいまではまあ全然いくんじゃないのみたいな、だからミスカバーがすごいしやすいで、結局それってアクセル入れるタイミングで、例えばわざと入れないでクラッチを切ってる時間を少しちょっと取るだけでそこが転がってるうちに長寿であったりとか、だからドライバーが走ってる走らせ方を変えることによって毎回安定して走れてるように見えやすいと思います。俺ねそこがでかい気がする。だから転がるってなんかこういう風に開いていけばここでぴったり転がるとかじゃなくて、今までよりも角度をつけた時に抵抗にならない、要は外側じゃなくてイン側のフロントタイヤが抵抗になりにくい、今までだとバコッと開いてるのに対してそんなに切れてない、こういう状態で行くんだけども、もうちょっとこっちが引くことによってそのまま進んでくれる、だからスピンしようとするものに対してスピンしない方向にちゃんと導くことができる、ドライバーがねそれをね本能的に察知して合わせられるという風に感じました。だからこれはねそうドライバーのミスをカバーしてくれるし、ハンドルの嫌なブルブルもおそらくこれ間違いなく起きないと思います。まあどん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 ね切れ角をもっと増やしてたら違うかもしれないけど、でもこれはねすげえなと思いました。最近ね、なんか俺がこのナックルを実験する前からなんかちょこちょこ使ってる人がなんか、俺はもうね去年から買うって決めて動いてたんですけど、まあ実験したのがね今のタイミングなんですけど、割と結構みんなね声が上がってるなと思いました。それもね使ってみれば納得できると思ったんで、まあ皆さんにも勧められます。で、これ一番手っ取り早い回答としては逆関節で悩んでる人、切れ角増やしたいけど逆関節で悩んでますっていう人はとりあえず取り入れれば解決します。で、転がる転がんないとかそういうのはその後考えてもらっていいんじゃないかなと思って、とにかくこれ入れればめっちゃ切れて逆関節にならないです。もうこれだけで価値あるでしょ、っていう感じでまたちょっとねこれで少し走っていきたいと思います。なんと今から急遽なんですけど、去年のね D1 地方戦の日光で優勝した大島さんとちょっとね追走してくるようになりました。まあなんかね追走やろうってやるってなるとちょっと楽しみなんで、ね、ちょっと頑張っていきたいと思います。ちょっと模様はね外からとインカメと両方も撮るんで、まあ今日のね、まあ、総まとめみたいな感じで成果出せたらいいなと思います。
多分相当俺やられたと思うんで。まああの俺も自分でちょっと後で映像を楽しみたいと思うんで、ありがとうございました。はい、なんでね真っ暗になったかって、まあここまだ日光なんですけど、楽しく大島さんと追走して遊んだ後、片付けだのみんなで喋ってたりして真っ暗になりました。途中でもいろいろ俺喋りましたけど、これであとはまあもう走り込んでいくだけでいいのかなと、思ってます。トーアウトにするのをもっとトーアウトにしたりとか戻したりとかっていうのをまあやろうかなっていうふうに思ってたんですけど、とりあえず現状これで別に感触がいいので、まあそこまでやんなくてもいいのかなと思ったのが正直なところでした。でこのあのナックル興味ある人いっぱいいると思うんですよ。でとにかくまず間違いなく言えるのは逆関節にまずなりようがないなと思うんで、まずそこが、一つですよね。でそれと俺もまだちゃんと分かってない部分もあるだろうなというのがその転がるっていう話だから、そこも踏まえてこっからはちょっといろいろ時間かけながらやっていこうかなと思うんですけど、とりあえず戻すこともないでしょうし、このままのナックルで、行きたいなと思ってます。まああのあとはねサーキットの現場とかで興味ある人いたら、声かけてもらえればお話伝えます。それは言ってもらえればなと思います。まあ本当いろんなねナックルありますけど、俺もまだ2つ目です。だから語れるほどのことはないんですけど、ただ率直に俺がつけて一応ちょっと工夫もして、で分からない、多分ね俺鈍感な方だと思うんですよ。だけどそれなりに、やった結果がこうでしたっていうインプレなんで、よかったら参考にしてもらえたらなと思います。また明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル登録。